今日は、まあ、あの進行の勉強の続きですが、そして、まあ、練習の続きですが、今まで進行者のことについて学んできましたな。アベルとかエノクとかノアとかアブラムとかサラとかイサクとかヤコブ、ヨセフ、モーセ、ラハブ、ギディオン、バラック、サムソン、ゼプタ、エフタ、そして今日は、ダビデの続きですね。ダビデのことを、学んできましたね。ヘブル書の11章の、32節、もう一度読んでいただけますでしょうか。読んでくださる人いますか。じゃあお願いします。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。はい、ありがとうございました。ですから今日は、まあ、ダビデの続きです。ダビデは神様の心に、備えたものだということが書かれてましたね。そして、ダビデはその先週勉強しましたけど、ダビデの、家系ですか、そしてダビデが、どういうものであったか、そそられたもの、若い時にいろんなことをされました、ね、才能を持った神様に耐えられたものである、そして神様に若い時から神様に従うもの、そして必要を見分けるもの、それは、またお兄さんたちと全然違うね態度を持ってましたね。敵で怖い怖い逃げた兄ちゃんたちのところに行ったら、なんで逃げるの、俺がやってあげるみたいな感じで、彼は神様に従う、ただ口で言うだけで神様に従う、だから神様に信頼しました。そして、今日はここから話していくのは、その、まあ、先週も言いましたけども、信仰の行為、信仰から来る、行いですが、信仰を持っているからこうするということが、ダビデがそうしましたね。そして、ダビデは、ね、イエス神様を信頼しています。そして、第一サムエル17章の37節を、ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。はい。だから、多分イスラエルの民族のみんなに聞いたら、神様は、敵は作ることできません。あ、できません。神様は力ありますか。もちろん、もちろん。あの偶像は神じゃないので、私たちの神様はね、以前も私たちを作ってくださったのを作ることができますってねできると口では言うんですけどもね。でもこんな境地がいると、いやー逃げていたんですね。なぜですか。ダビデは違いましたね。ダビデは言うだけじゃなくて、ダビデもはい、私の神様は強い神様で、偶像崇拝をしているその人たちをやっつけることは簡単にできると口でも同意します。みんながそうね、そう、同意するよ、それは。それは違うという言わないよ、誰もね。ですが、ダビデの違うところは、ダビデは実際にそれを実行したんです。それを実際にね、やったんですね。で、まあ、英語のことわざですけど、これ日本語に、ちょっと、日本語のことわざの中で日本語と英語と同じぐらいのことわざあるんだけど、これは見つけようとしてもなかったので、見てもなかったので、これ、英語では、put your money where your mouth is という言い方があるんですね。自分の、だから、まあ、実際、直訳すると、自分の口があるところにお金を置きなさいということですね。とにかく言うのだけ言うんじゃなくて、自分のお金をかけなさい、ね。そうだと思ってるならば、お金とかね、要するに、ただ口で言うのは誰でも言えるね。でも実際にその口で言ったことを支えるためにお金とか、自分の持ち物とかね、自分の力とかを出しなさいという言葉だったんですね。で、ダビデはそうしましたね。ダビデは、多くの人は、私だったらとか言うね、口では、ね。俺だったらって、ね、よく言うね。あの人、あれや、俺だったらってね。でも、自分がね、その状況に合うと違うっていうのは、ね、実際に口で言うことをしなさいという意味ですね。で、ダビデは実際にそうしました。口では神様を信じてると言うんですけども、それを、行為に、ね、変わりました。その行為につながりました。で、まず、その信仰の行為の一つは、勇気ですか、勇敢ですか、を持っていました。だから、17章の、今日は全部、第1サムエル17章の、ところからですから、17章の40節から44節まで、あ、ごめんなさい。日本語でお願いできますか。
自分の杖を手に取り、うん、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろして、ダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて、高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は、自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人は、ダビデに言った。さあ来い、お前の肉を、空の鳥や、野の獣にくれてやろう。はい、ありがとうございました。まあ、巨人は大きかった。ダビデは小さかったが、巨人は大きかった。だから大人の、大きい大人に比べても巨人は大きかったから、でもこんなちっちゃい少年のダビデに比べたら全然大きかったんですね。でもそれでもダビデは分かってましたよね。見ることができた。そっちに向かっていきました。逃げずにこの向かっていきました。彼はね。ですから、神様を、信用している、信頼しているというだけではなくて、それを実際にその勇気に変えました。やる勇気に変えました。ですから、彼は信じるだけじゃなくて、足を踏み出しました。そして敵を向かうことにしましたね。ダビデは小さい時から優秀な人である、勇気を持った人であることを知られていました。これは、まあ、先週も言いましたけども、サウルが、悪い霊が来た時に、誰かを、ね、優しく引いてくださるようにって一人の言いましたね。あ、私そういう人知ってますよって言った時にこう言いましたね。第サメル16章の18節を見ていきますか。すると若者の一人が答えて言った。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。はい、勇士であり戦士であるね。だから彼は、勇気を持った人として知られていると、若い時からね。そして、まあ、自分の証でもね、ダビデは、熊とかライオンが来た時に、普通の羊飼いだったら、まあ、ライオンだ、逃げろって、こう、羊はまあ、犠牲にして、俺の命さえ助かれば、とかね、逃げていく。でもダビデは、いや、俺の羊守るぞって、自分の戦いましたね。ライオンとか熊と一緒に戦いました。ですから、彼はもう小さい時から勇士であることを知られました。ですから、信仰を勇気に変えました。彼は信じていましたから、私は神様を信じているから踏み出すということを決意しました。ヨシュア記の一章の8節は有名な歌詞ですけど、その前の7節を言いますか。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところはどこででもあなたが栄えるためである。はい、ありがとうございました。だからね、ここにも神様はね、勇気を持ちなさい、応粛って書いてありますのでね、勇気を持って行きなさい。同じことが幼少期の23章の6節にも書いてあります。お願いします。あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固としてお守りを行い、そこから右にも左にもそれてはならない。はい、ね、ですから私たちは、信仰を持っている、本当の信仰を持っているならば、私たちは、この恥ずかしくてとか、怖くてとか、する必要はありません、ね。神様を信頼しているならば、勇気を持って、神様は正しいので、神様は強いので、神様は必要を満たすことができるので、私たちは自分に力があるわけではない。それは次に言いますけども、自分を信頼することはできませんが、私は弱いと認めても、私の神様は弱くないので、何でもできるって踏み出すべきですね。だから本当の信仰はそうします。だから本当の信仰者は神様を信じ、そして踏み出します。勇気を持って踏み出しますね。そしてもちろん、もう一つの、信仰の行為は、信頼ですね。まあ信仰とか信頼っていうのはほとんど、同じ言葉じゃないですかというかもしれませんけども、信頼っていうのはその信仰を誰々に置くっていうわけですので、信頼するという。で、ダビデは、自分を信頼してたわけじゃないんですね。ダビデは自分ではなくて神様を信頼しました。だから自分の勇気は自分が強いから大丈夫大丈夫って言ったわけじゃないんですね。
なんかそういうふうにして雪を持ちなさいって言うんじゃないですね。できるできる頑張れ、お前は力があるからできるだよ、お前はいいね、なんとか言って人は俺ができるみたいな感じで失敗しますよね。ダビデが自分の力を耐えて あの敵に向かって攻撃したら全然もう負けますよ、死にますよ。あのゴリアテが言ったようなね、あのちぎって鳥に出る鳥の餌にするね、自分でできるわけがない。だからみんなはあの多分ダビデはバカだと思う。お前あれアホかめっちゃこんにちはもうあっつい、なんかあの日本あのこの間、入国管理であの待てた間に5時間待ってたけど、その待ってた間にテレビがあって、で聞こえなかったけど見てたから、なんか相撲大会やってて、でまあ大体2人の大きい人がボンボンぶつかり合ってこう、一人が優勝しない。でも時々小さい人と大きい人がね、こうかわいそうな小さい人がって、でも時々小さい人が勝つんだけどね。あのでもね、大体今度この力合わせるたら絶対に小さい人は負けますよね。でダビデはそんなのってね、自分の力だってやったら愚かですね。みんなが、あの人バカかわいそうだし、バイバイダビデって多分みんなが言ってたと思うよね。で、だから外面でから見るとダビデは小さいので、自分の力に頼ることはできなかった。ダビデは自分の力に頼りませんでした。自分の力に頼ったら行くわけないよね。でも、私の力は小さいが、神様の力は限られてませんので、神様は私を用いることができると彼は信じていましたので、ダビデは自分ではなくて神様に頼りました。45節から47節までお願いします。ダビデはペリシテ人に言った。お前が剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルが、に神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が槍や、剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。はい、ありがとうございました。ね、ですから、ダビデは、巨人にも今、私がお前を救うんじゃなくて、この主が、神様が、イスラエルの神様がって、自分の力ではなくて、神様の力を頼りました。ですから、私たちも、自分の力を頼ったら絶対負けますが、本当に信仰を持っているならば、神様の力を頼るべきですね。詩編の27章の14節、どう書いてありますか。待ち望め、主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め、主を。はい。だから私たちは、本当に、大しくあるならば、主を待ち望むよね。そして、もう一つ同じようなことが書いてありますけども。大しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望むものよ。だから、大しくある、心を強くするならば、主を待ち望むことになりますね。ですから私たちは自分の力ではなくて、神様、だから信仰を持っているならば、神様の力を頼ります。自分の力ではなくて。そしてもう一つ、信仰の行為は、これは、まあ、聖書の言葉ではないんですが、巻き込むとか、立ち向かうっていうのが、まあ、聖書の言葉ですけどね。立ち向かう。敵から逃げるのではなく、立ち向かう。ということが、書かれます。もう一つの、まあ、ことわざですけども、英語のことわざです。っていうんですけども、これは、英語で言うと、real men run toward a problem とか toward a danger とかね。まあ直訳すると、本当の男は問題とか危険の方向に走ると書いてある。それが、問題だ、ああ、逃げろって言うんだ、本当の男じゃない。そういう人いますけどね、男としてはね。でも本当の男、本当の、男性はリーダーシップを持って、家族の責任を持って、問題に直面したくないから逃げる人はたくさんいます。でも本当の神様が男性として与えてくださった使命を果たすならば、私たちはその問題に直面しなきゃいけないんです。リーダーシップを持って、私はこれに直面するという勇気を持ってしなきゃいけないんですね。だからダビデはそうしました。ダビデはその勇気を、まあ、見せて、その問題の方向に走っていきました。ね、そう書いてありましたね。48節から49節、もう一度読んでいただきます。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。
ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。Okay. まずここに、あのダビデは、素早くたあの走っていったって書いてあるんですね。走ったのは向こうの方やないよ。向こうだよ。あのその方向に巨人がいるところに走っていきましたね。だから問題から走って、ああ、怖いって逃げるよりも、その問題のところに走っていきましたね。だから私たちもその本当に信仰を持っているならば、神様を信頼しているならば、問題に直面するはずですね。問題から逃げる、危険から逃げることはない。問題を直面しなければなりません。私たち本当に信仰があれば。ですから、ダビデはその方向に向かって走っていたので、ね、直面。普通の人はみんながね、あのここに、まあ後で見ますけども、他の人はみんな逃げていきましたね。エペソの6章の11節から13節までお願いします。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。はい、神様を信頼すれば私たちは悪魔の策略に立ち向かうことができるんですね。悪魔の策略から逃げることはないですね。悪魔は私たちに何もできませんよ。神様が、ね、神様を信頼しているならば、神様が望んでいることを、以外のことは経験することはないですので、神様を信頼すべきですね。そしてその、立ち向かうべきですね。私たちに逃げるべきではなく立ち向かうべき。そして信仰のもう一つの結果ですが、は勝利です。私たちは勝利を得たければ信仰によってでなければなりません。自分の力によってであれば勝利を得ません。その私たちは自分の力によっては何もいいことはありません。私たちは、まあ、あの自分の才能とか自分の力とか自分の持ち物とかを利用すれば立ち向かえると思えるかもしれませんけども、そうではない。神様が望むような勝利、自分 の, あの肉のよるによる勝利と神様の与えてくださる、神様だけが与えてくださることができる勝利は全く違うものですね。私たちの勝利は、一時的な勝利であるかもしれませんね。でも神様が与えてくださるのは永遠の勝利ですね。永遠の影響を持っている勝利を与えてくださることができます。あの第1サムエル17章の50節を、こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。はい、ありがとうございました。で、まあ、さっき言うの忘れましたけども、ダビデは5つの、石を拾いましたね。で、なんでみんなが言うんだけど、なぜダビデは5つ、はい、?1 個目が外れたら2個目とかそういうためで、念のために5つ持ってこうってやる。いや、なんか、兄弟4人いたっていう気、噂があったけどね、巨人に、だからみんなをこうね、こう倒そうって、わかんない、書いてませんけども、とにかく、ダビデは怖くて、もしも外れたというか、全然そういうことを思ってませんでしたね。ですから、ダビデは、その石で一発で、ポン、やっつけました。ですから、明らかに、神様に勝利を得ましたね。誰が見ても、どこの面から見ても、神様が与えてくださった勝利であることは分かります。私たちもそうですね。私たちは、その、勝利を得たときに、みんなが、あの人はすごい力持ってる。あの人はすごい才能持ってる。あの人はすごい賢いとか言われたいんですか？また逆に、あれ？あの人が勝てるわけないんだから、あの人の神様すごいねとか言ってほしいでしょ、本当はね。だから本当の勝利はそうなんですよ。神様。だから自分のに栄光があるんだけど。私が勝ったほら、私がすごい優勝じゃなくて、私は弱い。あんな少年があんな巨人に勝てるわけがないや。どう考えても勝てるわけがない。何の武器があっても勝てるわけがないよね、それは。だからダビデに栄光があったんじゃなくて、神様に栄光がありましたね。なぜならば、こんなちっちゃいものが、逆にダビデが大きくて力持ちであれば、みんなが、ああ、うん、まあ、まあ、運が良かったね、ダビデは。まあ、たびたび、ちょっと、巨人の方が大きかったけど、ダビデは自分の力によって勝ったと思えたかもしれないけど、あんな小さい少年があんな大きい巨人に立ち向かうっていうのは、
神様の栄光があったんです。だから勝利は神様からの、神様からの勝利であることは明らかだったんです。みんなに明らかだったんです。まあみんな多分、ダビデのように信仰を持ってなかったからびっくりしちゃった。勝った嘘っていう感じだと思う。まあ、もちろんね、あの見てた人はみんなそうだったと思う。えはえあの、口が、信じられない。とにかく、私たちは神様を信頼し、神様を信じるならば、私たちは、優勝した時に神様に栄光がある、ね。詩編の、98編の一節を。新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。その右の御手と、その主聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。はい、ですから私たちが勝利を得るときに、これは神様に栄光がある、ようなことでなければいけない。第1コリントの15章の57節をお願いします。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。はい、ですから神様に栄光がある。神様、イエス様が私に力を与えて私たちが勝利を得たのですから自分のせいではない、自分のおかげではない、神様のせい、神様のおかげですね、に勝ったんですから、そういうふうにして自分の力ではなくて神様の力によって勝利を得るならば神様に栄光があるんですね。自分の力によって自分が勝利を得れば自分に栄光がありますね。でもそれはふさわしくないものです。自分に栄光があったって言った自分が、私たち人間が作られたのは神様に栄光を与えるためですので、それをすべきですね。そしてもう一つ、まあ、信仰の、結果ですか、信仰の行為は、与えられた機会をつかむというと、すべての必要を神様により頼む、ね、だから私たちは、与えられた機会をつかむ。だから自分は計画して、こう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 しようというんじゃなくて、ね、神様導いてくださいと。神様に導いてくだされば、その導きに従う、ね。だから神様が働くことを期待して、そして神様が働けば、それに従う、ね。で、ダビデはそうしました。その50節読みましたけども、もう一度50節の最後と、51節を読んでいただけますか。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走って行って、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは、彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。ダビデは剣がなかったよね。どうやって殺すつもりでやったかはね。だから神様を信頼して、神様がその時にふさわしいことを与えてくださると信じましたね。だからダビデはそれを信じました。神様がふさわしい時に。だから計算すれば、俺、剣もないし、何もないから、ちょっと、神様、剣を与えてくださったら行くよって言うんじゃなくて、行ってから、神様が何とかして与えてくださると信じたんですね。そして、神様は、その剣がそこにあったので、その剣を通して首を切った。だから、巨人が石で死んだのか、石でただ、ね、気絶して、で、首に切られたのが死んだかわかりませんけど、とにかく、ダビデは、その、自分のその、巨人の剣を取って、首をちょん切ったんですね。余計にみんながびっくりしましたね。信じられない。一発で倒したのもびっくりしたし、ダビデが逃げて、こんな大きい剣を取って、ちょんと頭を切ったのも、みんながもうびっくりのびっくり、ね。あんな少年があんなことできるわけがない、ね。準備もね、別にダビデがね、この大きな鉄砲でボンとぶつかって、撃ったらいいんですけど、何も武器もなかった。自分で石投げて倒せるわけがないでしょ、と。だから準備してなかった。自分の力によって、自分の才能と自分の考えとか、自分の企みとか、自分がこう準備して備えてこうしたんだわけじゃないですね。ただ神様に従っていって。ダビデはその戦場に行った時に、巨人に立ち向かうつもりはなかったでしょ。お父さんから召されて、これを食べ物をお兄ちゃんたちに持ってこいって、持って行ってって言っただけで、はい、来まして。ただ、夢の中にもね、思わなかったですね。多分俺は巨人と戦うっていうのは思わなかった。でも行ってみたら、そういう必要もあったので、誰も、なんで逃げてんの？あんな神様の悪口言ってるのになんで逃げるの？誰か殺しなさいよって言って、200倍かいて、じゃあ俺がやるわって言って。だから別に、こうしてこうすれば計算して、あ、石をこうすれば、よし、じゃあ計算して、よし、やろうって言ってるわけじゃないですね。
ただ神様に従って一歩一歩進んだだけなので、ね、ですから神様与えてくださった機会を利用しました、ね、そこに釣りがあった、じゃあ、はい、それを利用してポンと切りましょうってことですのでね、あの箴言の3章の5節と6節を心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。はい。ですから私たちは、神様を信頼し、神様により頼むべきですね。もう一つ箴言の16章の20節をお願いします。御言葉に心を留める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。はい。ですから私たちは、主により頼む、いつでもどこでも 何についても主によるんだよ。自分の力ではなくて、自分の才能ではなくて、自分の、運とかじゃなくて、自分、神様に頼らなければ、一歩一歩踏んで神様に頼るならば、神様に導いてくださいますので、その導かれたところに神様の与えてくださる、力とかものを利用するべきですね。そして最後に、あの信仰の行為の一つとしては、他の人を影響する。私たちの信仰は他の人を影響します。ダビデも例外ではありませんでした。他の人を、その小さいダビデがあんな巨人に立ち向かったのことは他の人を影響しました。まず悪い人を影響しましたね。それも神様が私たちを用いて、悪い人というか、あの未信者の未信者も影響するべきですね。そしてここにあの51節の最後の方、まあ、50節全体読んでもらえますか。ダビデは走っていって、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。今までペリシテ人さん、来い来い、お前らやっつけてあげて、来い来いって、イスラエル人はこうあのいじめてたというかね。ね、そのでも巨人が倒されたら、やばい、あんなちっちゃい少年が俺たちの巨人に、ああ、やばいって言って逃げちゃう。ね、それ影響ありました。ダビデ、こんなちっちゃい少年の、信仰は、ペリシテ人の強い、群衆に影響がありました。怖くなって逃げました。ね、ダビデのおかげですよ。あのみんながこのイスラエルの、イスラエルの選手がみんなやってきて、やっつけたわけじゃない。そうしたら逃げない。でも、あんな小さい少年があんなことできるならば、怖い。あんな神様怖い。いや、逃げよう。立ち向かうことできないって。で、逃げてきましたね。だから、ダビデ、こんな小さい少年のダビデの信仰は、あの悪者に影響がありましたね。で、でも、いい人にも影響がありました。正しい人にも影響がありましたね。私たちは信仰を持って、そして私たちは神様を信頼するならば、私たちの周りにいるクリスチャンも、あの人ができるならば私も神様を信頼しようと、いい見本になることができます。それが52節、53節に書いてあります。お願いします。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人は、シャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人は、ペリシテ人追撃から引き返して、ペリシテ人の陣営を略奪した。はい、ありがとうございました。ですから、イスラエル人は今まで怖かったんですね。今までは、行かない行かない。数が増えたわけじゃないよね。ああ、やった、もっとね、何十万人も来たから行こうかじゃなくて、数は変わらなかったし、状況も変わらなかったし、ね、自分の武器がいい武器になったというわけじゃないしね。全然状況は変わらなかったね。まあ、巨人が倒れた以外はね。でも状況は変わらなかったけど、そのダビデの信仰を見て、そして神様は、あの少年は神様に用いられ、巨人を倒した。イスラエル人も分かってたね。多分ダビデはかわいそう。ダビデは、いや、勝てるわけない、ね、イスラエル人も勝てるわけないと思って、ペリシテ人も勝てるわけないと思ってね。だからどっちも勝てるわけないと思って、自分では勝てるわけがない。わけがない。ダビデは勝てるわけがない。だから相撲の中で、あなたは、こんなちっちゃい相撲の人と大きい相撲の人が、そうしないとどっち勝つと思ったら、大きいのに決まってない、ちっちゃいの勝つわけないってね、言うでしょ。誰でも言いますよね。でもその逆になったから、ね、あの、悪いのから、これは、その人には力ないから、多分その人の神様があって、思って逃げたと思います。そして、じゃあ、私たちも、
神様に用いられるんだ。今までは私たちは、勝てるわけがないと思ってました。なぜかよ、第1サムエル17章の24節を覚えてますか？これ先週だけど。イスラエルの人は皆、この男を見たとき、その前を逃げて、非常に恐れた。ね、イスラエルの人たちみんな逃げたんですよ、ね、以前は。何が変わりました？変わったのはダビデ。勝てるわけがないダビデは、神様を信じて、神様を信頼して、勇気を持って、立ち向かって、そして神様を力によって頼って、神様の力を頼って、やっつけました。それだけです、違いは。そのおかげでみんなが、じゃあ神様は勝利を得てくださります、ね、勝利を与えてございます。と信じて、立ち回ったんですね。そして、だから、逃げたのもダビデのおかげだし、この、進んだのも神様の、ダビデの、やったことのおかげですね。ですから私たちは信仰を持てば他の人も影響することができます。最後には何か学ぶことがありますか？いろんなことがあるかと思いますけども、まず、この復習だけですけども、私たちは私たちの信仰の行為の一つは勇気ですね。私たちは恐れることはありません。恐れていたらどういう意味ですか？それはあなたは、何か、に挑戦したくないならば、あなたは自分の力を耐えているという意味です。なぜイスラエルのみんなは怖くて逃げてんですか？で立ち向かわなかったんですか？自分の力を耐えてたからですね。ダビデは自分の力を耐えてたわけがない、ね、神様の力を耐えてたので、彼は神様の力を耐えてたので、行きました。ですから私たちも怖い怖いという、ね、これに挑戦したくない、あれに挑戦したくないというならば、自分の力を耐えているというわけです、ね、で自分は力がないということは分かっている。それはもちろんそうですよ。私も同意しますよ。みんなには力ありませんよ。私にも力ないし、正しく神様のために生きる力ありませんよ。私には知恵はありませんよ。あなたにもないですよ。だがそれに関わらず私たちは、挑戦することができます。ですなぜならば神様を耐える、耐えることができるのでね。ですから、こういうの一つの、結果は、勇気ですね。そして第二は、そのこういう信仰の行為は、信頼です。私たちは神様に信頼することですね。神様に頼ることができます。そして第三に、私たちは、信仰を持っているならば、立ち向かうことができますね。立ち向かうことができます。逃げる、ね、私たちは多くの場合逃げますね。まあ、肉体的に逃げなくても精神的に、ね、逃げたり、いやちょっと遠慮しますとかいうような感じでね、挑戦したからです。この自分が負けるかもしれん、自分に被害があるかもしれん、でそういう言い方であれば信仰がない言い方ですね。それ立ち回るべきですね。そして信仰があれば、神信頼するならば、私たちは必ず勝利が得ることができます。そして自分の勝利ではなくて、自分に栄光あるような勝利ではなくて、神様に栄光あるような勝利ですね。だから自分の栄光のためではなくて、神様の栄光のためにすべきですね。そして最後に、先ほど言いましたように、私たちは信仰を持って踏み出すならば、神様は、勝利を与えることができます。そしてその勝利が与えられたら、他の人の影響にもなりますね。他の人も影響されます。まず悪い人が影響されますね、悪者がね、見て、ああ本当に神様、偉大な神様だ、そしてその神様を恐れるべきですね。そしてそればかりじゃなくて、正しいものもね、今まではやりたかったけども怖くてやらない、でもあの人ができたならばね、あんな少年があんなことができるなら、僕たちも神様に用いられ、簡単にやっつけることができますよって信じてみんなが言ったんですね。だから私たちはその信仰を持つのがすごくすごく大切ですね。ですからダビデ、これはまだまだダビデ、今日考えてたけど、これは、まあどこまでやる、まあ、ダビデのことだったらもう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月も話すことができますけども、これはまだダビデの少年の時代ですよ。これはまだまだダビデが
子供だった時ですよ、これは。まだまだ。ダビデの大人とかね、そんな全然、ね、その話の前の前の前の話ですよ。全然少年だった時の話ですね。ダビデこういうのですね。ですから、ダビデを見習って私たちもそうしましょう。ダビデがあんな少年があんなことできるなら、神様を信頼することができるならば、私たちも信頼することができる。神様に対して信仰を持つことができます。そうすれば、私たちもダビデのように用いられることができます。ですから、こう、今週こう、そうしましょう。最後にお祈りしましょう。愛する天の様、この時間感謝します。一人一人に神様の力を与えてください。神様が私たち一人一人を用いることができる、支えることができる、力を与えてくださることができることを本当に信じさせてください。そして勇気を持って、いろんな神様が与えてくださる問題とかに直面をさせてください。そして神様に勇気を与えてください。勝利を与えてください。神様を頼らせてください。そしてそうすれば他の人にも、その見て、信者ではない人が見て、あの人の神様は素晴らしい、そして信者も、じゃあ神様があの弱い人を用いることができれば私も用いることができるということを、言いますので、本当に一人一人を用いてください。神様を頼らせてください。イエス様の御名でお祈りします、うん。